はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。このローディングの長さは、新章かもしれない。ドリコム。キララファンタジア。気にするな、このような時。さて、果たしてくるかな。だ、私に挑むなんていい度胸だな。つよつよだよ。つよつよスポスターとかお客さん、いいところに。ちょっと待って、スローティマーズピックアップショーツか。スロースタート向けですね。中野あずさということで、新章をやるってことになります。やるんだったら早くやりましょう。限界突破。商人にケースなし。あとちょっとですよね。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びます。クエスト行きましょうと思ったけど、まだ戦えないんだ。クラフトクエストかな。ひだまり、クラフトクエスト、木玉井スケッチその1ができますね。行ってみましょう。結構難しいのかな。属性は緑。風属性です。どの辺でいいのかな。行ってきまーす。緊張してきちゃった。雰囲気がアップなんですよね。強いですよね、やっぱりね。で、どっちがいいんだろう。まあ、うまくいくといいんだけど。これ
これでどうです？一切倒しちゃいました。やりました。クラフトクエストをクリア、コンテンツルームのクリエクラフトにて完了報告をできるようになりましたってなってますね。ですね、完了報告。家具だな。これで報告するわけですね。なんか日の前スケッチのオーブっていうのがあるみたい。クリエクラフト完了ってことですね。これでオーブ、キラーのスキルをそれぞれ一度バトルにおいて解放しているスタイル、スキルをそれぞれ一つずつ発動可能、解放されている全スキルを使用可能。おお、なるほど。なるべく同じキャラで固めた方がいいのか。ルームアイテムをもらいます。私の家具に不備の二文字はない。プレゼントをもらえるわけじゃないか。多分強制的にもらえるんだろうな。この辺も進めてますからね。日差しがちょっと心配で。クラフトクエスト、黄色モザイクもやっていきましょう。コン、準備できました。行きましょう。なんかボール持ってますね。このボールが武器ってことか。やっちゃいますよ。倒しちゃうんだ。守りもしっかりしなきゃ。やっちゃいますよ。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。やる気をアップします。守りもしっかりしなきゃ。こんな感じでどうですか？どうすればみんなと一緒ならできるよ。やあ、これでしかないのか。必殺の一撃。お、とどめ刺さんでよかった。きっと大丈夫。これで決める。二重だが、まあ倒しちゃうだろうな。そうなんだ。これも黄色モザイクをクリアですね。
作りたいのか。金髪少女の5点を立てましょうって言ってます。これもオーブだな。私の株に不備の二文字はない。私としのぶちゃんによる金髪同盟は同志募集中だよ。一緒に頑張りましょうね。日付が変わった。おっと、450日目をボーナスがもらえる。私が すごいな、キラマポイント。やっぱり受け取れなかった。そしてクエストだけど、ロリアウクエスト、引き続き日だまりスケッチの命で、こうなんか心の傷って言ってますね。これが気になる。見てみましょう。おかしいって言ってます。普段はもっと活気がある町なんですけど。なんと。誰も歩いてないですね。あれですかね。みんなお昼寝してるとか。そんな甘くはない。とっても気持ちいいですもんね。さすがに町の人全員お昼寝ってことは。そうですよね。私も。クロモンが。あ、クロモン来た。ナズナちゃん、下がって。でもバトルがあるわけじゃないんだよな。あれ？襲ってきませんね。特殊な能力があるとか。そうですね。襲ってこないなら可愛いんですけど。もしかしてクロモンゴを？ちょっと行ってみただけです。行ってみただけ。あ、行っちゃった。何だったんだろうね、あのクロモン。あれ？戻ってきましたよ。後ろに何かいっぱいついてきてるね。クロモンが魔物に追われてます。今度クロモンが今度は狙われてるわけか。こっち来ちゃいますよ。ナズナちゃん、私の後ろに。はい。ここは私が頑張らないと。行くよ。私が頑張らなくちゃってわけですね。大丈夫か。転んじゃった。ユノさん、早く起きてください。魔物が。ねえ、
できましたね。怖かったです。怖かった。どうしたの、ナズナちゃん。大丈夫か。すみません。足くじいちゃったみたいで。どうしよう。救急車。ユノさん、大丈夫です。そこまで痛くないですから。でも。そうだ、ユノさん、僧侶の力を使えば。回復の魔法。そっか、癒しの力で。呪文とか唱えた方がいいのかな。それはわからないです。痛いの、飛んでけー。ああ、すごいです。痛くなくなりました。本当？本当？よかった。ナズナさん、歩けそうですか？それじゃあ街をゆっくり見て回ろうか。はい、そうですね。ユノさん、手をつないでもらっていいですか？まだ。うん、いいよ。介護かな？もしかしてまだ足痛い？ああ、精神的に怖くて。わあ、せっかくなくなっちゃったよな。に来たのに。大丈夫かな。切れてたらごめんなさい。というわけで、これはさらに進化させないと先に進めないみたいですね。黄色モザイクもダメ、有識もダメ、A チャンネルも、学校暮らしも、ニューゲームも、これは迷路帳も、中野あずさがどうかな。中野あずさはもうクリアしちゃってる。街角魔族とかも関係ないし、キラーファンタジーはオリジナルキャラクターもまだか。プレゼントはそうか、これはまだ受け取れないんだ。トレーニングして無理やり枠を開けましょうか。夜遅くに偉いわね。付き合うわよ。ソーニャちゃんとかいろいろいますね。行ってまいります。これだったら受け取れるか。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。受け取るどこか、なんか枠が増えてるか。あ、受け取れましたね。私が頑張らなくちゃ。はい、というわけで今回はイベントの合間ということで、このクラフトクエストや メモリアルクエストをやってみました。気になるのはクリエイトコメですね。有識とか、コメカードを消費することで使うのか。コメカードってどうやって手に入れるんだったっけな。
日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。作品リスト見てみると仕中があるんだけど、受注可能もある。 A チャンネルとか、ステアの方だったらどのぐらいいるとかあるのかな。なるほど、星5キャラクターを手に入れないと無理なんだ。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。というわけで、ここまでとしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。よろしければ見てください。はい。キララファンタジア行っていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。